はい、では、フリップスにログインして簡単な編集の仕方ですね、大枠を紹介したいと思います。まずログインをしていきます。最近一番新しい機能、エスケープ4回押すと、ログインをするウィンドウが出ます。ログインをしますと、はい、編集画面が出てきました。基本的にはフリップスというのは、修正したいところをクリックして、そこを内容を変えていくと、もうそれだけです。ここはロゴで、ここのリンクですね、でここのメインイメージと呼んでる、まあ、画像の大事な部分ですね。で、あとその下の方にあるのが、メニューですね、メニューについてはここで追加もできます。文字も変えれますよと。で、ここにコンテンツを入れるエリアですね、文章とか画像とか入れるエリアが一つ、もう一つが横にあるもので、一番下にフッターです。ここのコピーライトの部分を変えたりとかということができるようになっています。基本的にはそこを、編集をしたい部分をクリックをして、例えばここに内容を修正してということをすると、もう修正する画面が、修正するように反映がされます。で、外から一般の人が見る画面を見るのは、このページを見るというのを押していただくと、こういう形で外から見ることができます。またログインする画面に戻る場合は、ここの編集のボタンを押してログインをしていただいたり、エスケープキーを4回押していただくと、一度ログインしているので新しくパスワードを入れ直す必要はないんですけども、ログインすることができますという形で、外から見る画面と編集の画面を見比べながら、修正したい部分はクリックをして修正していくことをやっ